皆さんこんにちは、カタリストレーナです。本日はサムライキャンパーズさんにやってきましたということで、今回福岡県にあるサムライキャンパーズを訪れているんですけれども、サムライキャンパーズさんは中古車または自分のね、もうすでに乗ってる車を仮装してくれるよという会社さんです。ということでね、今回見ていくのはアルファードの内装なんですが、こちらの内装はセレナとかステップワゴン、そしてボクシー、それからデリカもね、内装同じようにできるよということだったので、そういうのに乗ってる方、これからね中古で買おうかなって考えてる方は是非、見てみてくださいということで、内装を拝見していきたいと思います。このクラスは珍しいですね。ね、このクラス嬉しいですよね。基本的には2人乗りだけど8ナンバーとか、はい、キャンピングカー登録したいよっていう方はね、乗車人数なんかも相談すると OK だそうです。それは嬉しいですね。はい、じゃあ行きます。オープン。さあ中はどんな感じでしょうか。はい、こちらシンプルライフというねお車です。内装です。確かに言われてみれば。すごいシンプルライフっていう感じがします。はい。でもこの大きさを生かしたデザインになっていて、空間広く感じられますね。広いですね。うん。K に比べると全然広い。はい、前に行きます。後ろですね。後ろに回ってきました。本当にここにねカウンターがあって L 字型になっているっていう形ですね。はい。で、結構ね明るいですね。ライトが上に6個ついていて、こちらのライトね。うん、実はこの真ん中でタッチセンサー、そうナイトモードもあるよと、ナイトモードとデイモードでいろいろね、うん、使い分けができますよっていうのと、自分で1個ずつ消せるっていうのがねすごい簡単でいいです、うん、で今ねこちらすごいねいい感じのシンクの、はい、このねシンクの蛇口、おしゃれな蛇口なかなかないんですよ。でここを開けてあげるとすごいね可愛らしいシンクが出てきます。はい。でこれでねちょっと手洗ったりとか、あと歯磨く時とかねこういうの便利だなっていう感じのサイズです。ちょっとね大きいものを洗うっていうのはちっちゃめかなとは思います。うん、でさらにここのねライトがこの中向きにつくんですけど、このライト外にもね向けてつくことができるので、ちょっとここの、はい、例えばねこういうところでこれシンクのねタンク入ってるんですけど、ここでね、うん、作業する時とかも明るくね夜も使えるんじゃないかなと思いました。であとねここに USB ポートあるので、ここからもね電源取ることができるようになっています。これが便利ですよね。ね、はい、結構ねサムライキャンパーズさんはこのライトとこの上のねライトをすごい対応されてて、このライトたちはすごい、ね、優秀だなと思います。他のね、うん、キャンパーにもついてます。またこれがいいですね、雰囲気が。でやっぱりリモートワークとかねするときにこういうちょっとしたねお水使えるところと、あとあちらにちゃんと電子レンジもついてるので、はい、調理もできますね。電気の容量なんですけど、うん、100A のサブバッテリーがつくそうです、はい、でそれ標準でついてくるんですけど、走行充電はそれで賄うようになっていて、外部充電取り入れたいよっていう時はオプションでつけられるようになっているそうです、はい、じゃあちょっと中も、うん、メルメルランド、はい、お邪魔します。あ、やっぱりねちょっとこの高さがあるから、うん、中の移動が結構スムーズにできます。でね、ゆったり座れるところがまたいいですね。なんならね、こうやって足伸ばしてすごいくつろげます。ここだけで寝れちゃいますよね。あ、そうですね、そうですね。確かに確かに。あ、寝れますね。しかも私165センチなんですけど、はい、上も余ってるし下も余ってるので、結構背の高い人とかでも手に余裕で寝れると思います。でこちら側にカウンターがあって、結構ね広めなんですよ。だってこれだけパソコン置いても奥にねこのスペースが残っているので、はい、かなりね広いカウンターです。でまだねついてないんですけど、ここに 100V の電源と、うん、あと12V の電源も来るよって言ってたので、はいはい、そういう風に電気もここから供給することができるので、リモートワークとかねしたい人はそこから電源取って、まあ、パソコンやったりとかもできるのかなと思いました。結構このカウンターの広さがいいですね。広いこれだけあるので、作業しながらもいろんなスペースをちゃんと使えるっていうのが嬉しいですね。はい。でこれじゃあちょっと収納が気になると思うので行ってみたいと思います。はい、ではでは。ほ。ででん。椅子の下ですね。はい。収納、結構深いですね。大きいですね。もっと丸々収納になってます。で、このマットの色とか家具の色、もし好みでね違う色がいいなっていうのはいろんな色選べますよっておっしゃってたので、かなりね、色変えたりとか素材変えるだけで雰囲気がガラッと変わるんじゃないかなと思います。ここら辺のね窓の感じも今回レンガ状で作ってみましたっておっしゃってたんですけど、今回はレンガですけど違うものもね選べますよって言ってました。はい、こんな感じでここも収納ですね。収納ですね。あ、でつながっててここまで収納だから、ちょっとしたね長いものも入れられるようになってますね。はい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 。これはいいな。でさらにこっち側はバッテリーのスペースになっています、はい、でまだね結構空いてるので、あ、でこれ2000ワットのインバーターついてる。すごい。なので容量をね大きくしたい人とかは相談してくれれば、標準では100アンペアっておっしゃってたんですけど、まあ、もっと高いのがいいよっていう方はそれも選べますっておっしゃってました。やっぱりね人によって使う電気量って違うので、そういうなんかチョイスもできるっていうのは嬉しいです。でさらにここですね。ででん、ここも全部収納になっています。ちょっと前行きます。はい、はい、こちらですね全部収納になってます。なので非常に収納のスペースは多いな。そうですね、多いですね。いいですね。でここですね。はい、はい、ここもちょっとしたねホイールのこちら側なんですけど、やっぱり収納としても使えるようになっています。はい、ということでねベッド展開行ってみたいと思います。はい、みるみるランドめちゃめちゃ簡単なんですよ。それを背もたれを置くだけはめればいいだけじゃんっていう話なので、よいしょ。はい、これは簡単でいいですね。いいですよ。すごいこの手軽にベッド展開ができるっていうのはすごい嬉しいですね。よいしょ。まで行けました。でさっきは、こっち側だけでにしたわけですよ、はい、それがこっち側もついたことによって大人がね2人余裕で寝れるスペースになります、あ、これはねいいですよ。1人だったらねめっちゃ贅沢ですね。1人で寝たら贅沢すごい贅沢です。でさらにこのカウンターテーブルがずっとあるので、飲んだり食べたりをこの状態でスタートできるじゃないですか。お座敷スタイルで。そう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 、でこうしちゃえばもう荷物とかさここの下に入れてしまったら、そうですね、はい、すごいここはすっきりした場所になりますので、もう本当にゆったり使えますし、あとねちゃんと電子レンジがねこうやって使えるのがいいなと思います。はい、こんな感じで、あとはポータブルの冷蔵庫欲しい人は自分で取り付けたりとかしてもいいと思うし、すごいね使い勝手がシンプルなだけにすごい使いやすそうな感じになってますね。でこれがもうすでに自分のね乗ってる車でできちゃうっていうのがすごい嬉しくって、もうすでにいろんなね車種乗ってるよっていう方がスタートするのになんと。お値段気になるじゃないですか。まあ気になりますね。いくらですか？さっき聞いてきました。なんと66万円からということでした。安いですね。だってもう乗ってたら車体はいらないわけじゃないですか。でその中で66万からこのキャンピングカーライフが始められるっていうのはスタートするにはいいよね。嬉しいですね。しかもこのクオリティの空間が手に入るっていうのはすごい嬉しいなと思います。なので気になる方はぜひね概要欄の方にリンク貼っておきますので、そこからチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画が良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして SNS もやってますのでインスタ、ツイッター、フェイスブックなど遊びに来てください。ではまたねー。